PCC カー。PCC カーとは、アメリカ合衆国の Electric Railway Presidents Conference Committee、a r p c 電気鉄道社長会議委員会によって開発された路面電車車両、またそれに準じた構造を持つ路面電車車両である。最初の PCC カーは1930年代に開発され、第二次世界大戦後に世界の多くの路線に導入された。 PCC カーはアメリカ合衆国にあったザ・エレクトリック・レイルウェイ・プレザデンツ・コンファレンス・コミッティー・アープックによって開発された。この委員会は各地の路面電車運営会社が集まって1929年に結成され、当時対等しつつあったバスや自家用車に対抗できる新しいタイプの路面電車を開発することが使命だった。PCC の名前もこの委員会にちなむ。 PCC カーは独特な流線形の車体とスムーズな加速性能を持ち各地の鉄道会社に採用された。これらの PCC カーはそれぞれの会社の事情に合わせてアレンジが行われたがそれでも多くの車両はいかにも PCC カーらしい形を保っていた。PCC カーは1936年に最初の100両が作られた。その後も来たアメリカでは 1950年代の初期まで製造が続けられた。北、アメリカでは4978両が作られ、ヨーロッパでも、オランダ、ベルギーなどにほぼ純正の PCC カーが存在した。他、旧西ドイツのデュワグカーや、チェコ製の旧東欧共三県標準形タトラカーなど、PCC カーを叩き台にした、高性能車は、本国アメリカをもしのぐ量産がなされた。これらは、 いずれの事業体でも引退期にあり、多くは調停小 LRV 等に置き換えられているが、なおも多数が欧州各地で使用されている。PCC カーは丈夫で長持ちしたが、現在では大部分の車両が廃車となり、一部は各地の博物館や保存鉄道で保存されている。わずかな量数ではあるが、現在でも走っているものがある。代表的なものとして、 サンフランシスコの中心街、マーケットストリートから港湾地区を通り、観光地、フィッシャーマンズワーフまで走る、海ラインがある。もともとこの区間を走る、路面電車が存在し、一旦地下に全面移転になったものの、線路や河川、トロリーバスを運行しているために継続利用されていた、は残されていた。これを利用した、フェスティバルなどでの特別運行が、時折実施されていたが、 フィラデルフィア市、セプタ、セプタから中古、PCC カーを大量に導入し、その後ニュージャージートランジットから追加導入しているアメリカ各地の廃止になった路面電車のカラーリングに装って通常運行が復活した。同様にイタリアミラノ市電の中古車も導入され、共に主力車として使用されている。この他、ウィスコンシン州家納車でもダウンタウンの環状線で、 旧トロント市電の PCC カーを使った路線運行がなされている。規模や車両数はサンフランシスコの海ラインに及ばないものの、こちらも各社が様々な都市の路面電車のカラーリングをまとっている。これらは路面電車版の保存鉄道といえるもので観光の一つの目的にもなっている。第二次世界大戦前に作られた初期の PCC カーはエアカーと呼ばれ、 ドアの開閉やブレーキに使われる圧縮空気を作るための電動空気圧縮機を持っていた。これに対し1945年以降に製造された後期の車両はすべてが電動化されていたのが特徴である。これは騒音が大きい空気圧縮機とエアブレーキをなくすためでエアブレーキはモーター軸に取り付けられた電気駆動方式のドラムブレーキに変更されていた。また、 初期、後期とも、停車するときには、主として発電ブレーキを用い、エアブレーキ、または、電気駆動ブレーキは、車体が完全に停止する直前まで使われなかった。運転方式は、加減速ともに、自動車同様の足踏みペダル式で、手は、運転台コンソールにあるつかみ棒を握っているだけで、ある。PCC カーのシステムは、 路面電車のみならず、ラピッド・トランジット、都市型高速電車にも応用例がある。シカゴ・ L の試作連接車である5000系、51系、1947年生、大量増備された量産ボギー車の6000系、1950から1959年生、そして単行運転可能で、平用軌道区間での運用も行われた、両運転台車の1系、 1959.1960年製、がそれである。内側大枠方式で小直系の男性車輪を使用する台車、直角カルダンによる駆動系、超多男性御の主制御機等、路面電車用 PCC カーのシステムをそのまま応用している。もっとも、これらの運転台は PCC カーの開発にも参加した、ウェスティングハウスエレクトリック車及びウェスティングハウスエア。 ブレーキ車が開発したシネストンコントローラと呼ばれるブレーキ弁と主管制御器を同軸化したワンハンドルマスコンを使用しており、このためブレーキは電空動機を前提とする隅、電磁直通ブレーキが採用されている。その点では足踏みペダルによる操作を基本とした PCC カーとは異なっていた。日本では第二次世界大戦後の1950年代に 路面電車の高性能化への取り組みが行われる中で、PCC カーが注目された。しかし、日米の車両規格の違いや、放棄上の問題から、PCC カーそのものの輸入は実現せず、PCC のライセンスを受けて製造された車両として、1954年、昭和29年に、都電5500系、5501が一両試作された。同じ頃、 PCC の設計思想に触発され、日本国内でも PCC カー同様の直角、カルダン駆動方式を採用するなどの高性能化を行った日本メーカー独自の高性能車が開発され、全国の路面電車各事業者で採用された。これらの高性能車も PCC カーと呼ばれることが多い、純 PCC カー、和製 PCC カーと呼ばれることもある。 これらの高性能車は、騒音や振動が少なく、高い加減速性能を持っていたが、足の遅い従来車両との混用では、速度向上効果は得られず、また多くの事業者では、導入数が少なく、構造も従来車と大幅に異なるため、従来車に慣れた乗務員や研修係員、整備士に敬遠されたり、保守点検に時間を要すなどの理由から、 後に従来車と同じ吊りかけ駆動方式に改造されたり短期間で廃車されたりする車両が多数出ることとなった。その一方で高性能車の使用、整備ノウハウを慎重に積み重ねた上で大量増備を行った大阪市交通局では全廃の日まで高性能車を使い続け、名古屋市交通局でも1800型で PCC カーに類似した方式のブレーキを 採用するなどしたのを皮切りに、多数の高性能車を導入し、全廃までは維持されなかったものの大阪市電と並ぶ、成功例とされている。また、仙台市交通局は、PCC カー準拠の電車を導入した後、200系、さらに直角カルダン方式の独自使用車、400系の一部を導入しており、こちらも両形式とも機動線全廃の日まで、使用された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。